こんにちは。今日もポケモン GO やっていきます。なんとフィールドテストに当たったのでミュウツーの EX レイドができます。そして先日の iOS11 で画面収録ができるようになったので、ちょうどできるようになったので動画を撮ってきました。ミュウツー戦をご覧ください。ミュウツーがちょうど生まれました。かっちょいい、ボスマークもかっちょいい。戦うメンバーはこんな感じ。ハサム、バンギラス、バンギラス、カイリュウ、サンダー、カビゴンでいきます。いけ、ハッサム。めっちゃ使いやすいハッサム。すぐ避けれる。気合玉だ。ミュウツーの技が気合玉です。周りのバンギラスがどんどん倒されてく。うわ、避けたのに一撃でバンギラスが溶けました。気合玉が強すぎる。ミュウツーの HP も結構減ってきた。よっしゃ、倒した。あとはこっから大事だ。いけ、カーブボール。うわ、まあ出るよね。2回揺れてるな。グレードじゃなかった。また2回揺れてる。うわ、ちょっとカーブボールミスった。うわ、捕まえた。ミュウツーを捕まえました。ジャキーン。強さは驚異的だ。ポケモンマスターだ。これでポケモンマスターになりました。いい、ボスマークかっちょいい。ミュウツーのレイドってレイドパスが来た人しか見えないらしいから限定のマークだ。というわけで無事にミュウツーが捕まえることができました。時間はこんな感じで止まりました。やったぜ。最後まで見てくれてありがとう。こんにちは。今日もポケモン GO やっていきます。なんとフィールドテストに当たったので
ミュウツーの EX レイドができます。そして先日の iOS11 で画面収録ができるようになったので、ちょうどできるようになったので動画を撮ってきました。ミュウツー戦をご覧ください。ミュウツーがちょうど生まれました。かっちょいい。ボスマークもかっちょいい。戦うメンバーはこんな感じ。ハッサム、バンギラス、バンギラス、カイリュウ、サンダー、カビゴンでいきます。いけ、ハッサム。めっちゃ使いやすいハッサム。すぐ避けれる。気合玉だ。ミュウツーの技が気合玉です。周りのバンギラスがどんどん倒されてく。うわ、避けたのに一撃でバンギラスが溶けました。気合玉が強すぎる。ミュウツーの HP も結構減ってきた。よっしゃ、倒した。あとはこっから大事だ。いけ、カーブボール。出るよね。2回揺れてるな。グレードじゃなかった。また2回揺れてる。うわ、ちょっとカーブボールミスった。捕まえた。ミュウツーを捕まえました。ジャキーン。強さは驚異的だ。ポケモンマスターだ。ポケモンマスターになりました。ボスマークかっちょいい。ミュウツーのレイドってレイドパスが来た人しか見えないらしいから限定のマークだ。というわけで無事にミュウツーが捕まえることができました。図鑑はこんな感じで埋まりました。やったぜ。最後まで見てくれてありがとう。